ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は別のエンディングを目指してみましょう。具体的にどうしようか。様々なコマンドをたくさん押していきましょう。そうすれば進展があるかもしれません。深海の忘れな草の話かな。世界観が繋がっているので、おそらくそうですね。ねえ、どうして君はいつもそうなの？聞けよ、人の話。スマホは動かない。やはり、同じコマンドを何回も選ぶと展開が変わることがあるようですね。この路線で進めてみようか。君の精神力には驚かされるよ。いや、あんまり褒めてないけどね。私の長所だからね。やっぱり変わってるよ。今の話ぶりだと、玉木が主人公に引いてる？本来なら、逆のはずですが。もしかしたら、玉木にも予想外のことが起きてるのかも。主人公の精神力が関係しているようですが。ははは、あははは。は。ねえ、怖い。わかるよ、感じる。怖いよね。空気が冷えていくね。もう、手遅れだね。ふ、ふふ、すごいね。恐怖の感情はね、力をくれるんだよ。今の僕は、そういう存在なんだ。いや、もしかしたらもっと、ずっと前からそうだったのかもね。僕は、ああ、本当に、心底気分がいい。まるで体から羽でも生えているみたい。体が軽くて軽くて、君の喉元に簡単に手が届く。ああ、こんなに簡単だったんだ。本日未明、都内のマンションで、一人暮らしの女性の変死体が発見されました。警察によりますとマンションの監視カメラに不審な人物は映っておらず、死因に関しては現在調査中とのことです。続いて次のニュースは。今画面が拡大されていたと思いますが、理由としては玉木の左手首から血が出ていたからです。エンディングの条件がよくわからなかったから、ヒントを見てみようか。恐怖がマックスになるといけるということは、先ほどのエンディングがそうですね。あ、壊されたスマホを見たことで恐怖がマックスになったんだね。どうにもコマンドを実行すると、見えないポイントが変動するようですね。ということは逆に雑談をしまくれば違うエンディングに行くのかな？次はそれを試してみましょうか。質問のことですか？これはわかりやすかったよね。よくよく考えると、このエンディングはポイントが関係ないんですね。他にもそういうエンディングがあるかもしれないね。雑談をしまくってたら本当に何か起こったよ。落ち着いてきた？慣れてきた？この状況に。なんで君はこんな状況になれることができるの？どんなぬるま湯に浸かって生きてきたら、そんな危機感がなく育つの？腹立たしい。とにかく腹立たしい。君には僕の気持ちなんて全くわからないんだろうね。ああ、悔しい、悔しい。こんなに悔しくて、仕方ない、のに。ああ、ダメ、だ。玉木くん。ダメだ、もう、時間切れだ。本体が、そろそろ、終わる。ここに留まれる、ほどの、恐怖もない。よかったね。君はいつでもついてる。僕に、僕が、ダメな、だけかな。やっぱり、どんな手を使ってでも、何をしてでも、殺しておけば、よかった。さようならひどい人。できるだけ早く死ね。気がついた時には、彼はもういなくなっていた。撒き散らかされていたように見えた血液も、何もない。いや、最初から彼なんていなかったのだ。この部屋にも、あの教室にも、私の過去にも、すべて夢だった。寝苦しい夏の夜に見た悪夢。何もかもを忘れるために、私は一人で布団に潜り込んだ。時間切れ？なるほど、もしかしたら。どういうこと？玉木は生き霊なんですよね。前回のエンディングやさっきの玉木の発言を聞く限りそうだね。
そして、玉木は先ほどのエンディングでも左手首から出血していました。本体がそろそろ終わるということは、彼は死にかけていたのではないでしょうか。ちょうど、この画面のように。そっか、タイトル画面の意味がわからなかったけど、そう考えると納得がいくね。あとは、ノーマルエンドとハッピーエンドが一つずつですね。どうすればいいんだろう？ゲームのダウンロードページに落ち着いてご飯を食べましょうと書いてあったんですよ。今までご飯を食べる方法がわからなかったのですが、落ち着く方法がわかりました。つまり、雑談をしまくって頃合いを見てご飯を食べる？次はそれを試してみましょう。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。